ではすき焼き 60M の解説というかちょっと喋ってみたいと思います。うち、すき焼きシリーズっていうのはカーボンとグラスのコンポジットのシリーズがすき焼きっていうシリーズで、なんですき焼きっていうシリーズになったかっていうと、カーボンとグラスのごったにみたいなイメージ、まあごったにって言ってもカーボンとグラスと2つしかないんだけど、ですき焼きこれ、ね、実は小藤原雄一、ブライドリバーにいてこの前亡くなったんですけど、やつがつけました、つけましたっていうか、すき焼きどう、すき焼きでどうやねんみたいな、それをそのまま使った俺も俺やけど、まあやつが名付け親で、この60M っていうのは、60HF っていうのはうち、そもそも、すき焼き 60M、 すき焼き 60M と H と HF というのがあって、その HF っていうのが非常にややこしい、なんじゃそれっていう、HF はまあまあ意味があって、60H のファーストテーパーっていう意味で HF ってなってんけど、で 60H っていうのがね、パワーがあって、いまだに琵琶湖とか、まあ、メキシコ行く時も必ず持っていくし、琵琶湖でも必ず大体持っていくねんけど、そのぐらいパワーがあって、要は琵琶湖やとウィードがね、ウィードが結構ウィード担いでしまわなあかんこととかが多くあるんで、そのためにバットパワーって結構重要なんですよ。なんかウィードのためにバットパワーをっていうのはなんかちょっと変な話やねんけど、もちろん魚をかけた時にも、ただ単にウィードを引っ掛けた時にも、そのバットのパワーって結構重宝するので、その H っていうのはあるんですけど、H やと若干ですよ、ティップが部分までしっかりパワーがあるので、細かいコントロールがしづらい。例えば、ターンさせる、プラグをターンさせる時やとか、ペンシルをスライドさせるような、ティップでなんかコントロールしたいような時にちょっと若干不安なことがあって、じゃ あそのティップ側を柔らかくする、柔らかく柔軟にすることはできないのかっていうことで生まれたのが HF なんですよ。でそのどうやったかっていうと、ティップの部分にバットはもう 60H のそのままのバット、強靭なバットそのままに、ティップだけにコンポジットだけにグラスの成分を多くして、ただ単に柔らかいじゃなくて粘る感じのティップを作った。だからティップだけ細く してしまうと折れたりすることもあるし、でも そこにグラスを混ぜて粘りを持たせることで、丈夫やけども柔軟っていうティップを持たせたのがこの 60HF っていうやつやったんですけど、で HF がややこしく、それを改めて、まあこれ元木自体はよく使うので、コンポジットの60の標準っていう意味も込めて、これを HF を M にしました。で従来の M っていうのはちょっと若干スローテーパーな部分があって、そこがあんまり
気に入ってなかった、そこが気に入ってなかったというか、そこがちょっともうちょっと改善できないかなと思ってたので、その部分を改善して従来の 60M は L になります。 L になって、将来的に来年とか再来年とか出そうと思ってます。でその前に出したのがこのすき焼き 60M です。でこれね、すき焼きシリーズって今日他のすき焼き持ってきてないんだけど、ブランクがメタリックカラーなんですよ大体。でこれはチョコレートブラウンやねんけど、チョコレートブラウンで、なんかヴィンテージっぽい感じの色なんですけど、中に細かいフレークがあって、これ実はメタリックです。分かりにくいメタリック、まあそこが渋いんだけど、だからシャイニーチョコレートブラウンと名付けました、あの色をね。だからこれ微妙にメタリックです。でスレッドはこの 2パターン2から、ブラウンメタリックとゴールドのパターンとメタリックグリーンにシルバーのコンビの2パターンです。どっちもなんかありきたりの感じではなくて、ちょっとやっぱりうちらしさが出たスレッドパターンなんじゃないかなと思います。でもちろんこれは言ったように若干 H よりかファーストテーパーっていうことがあって、でファーストただのファーストテーパーでなくて、その粘りのあるファーストテーパーっていうことで、キャストフィールもいいし、コントロールもプラグのコントロールもしやすいロッドになってます。まあ56もあんねんけども、56よりかどっちかというとうちの場合はスタンダード標準的に考えてるのは60の方なので、まあこの 60M っていうのはすき焼きのまあ言うなれば標準、56も53もあるかな、うち53もあるけども、53、56、60含めてまあ標準じゃないかなと思うので、ぜひ手に入れて使ってみてください。すき焼き 60M です。